それでは、続いて、学んでまいりましょう。第2章の、1節から4節までですね、神学の今日的文脈、今日化する取り組みから永続的要素、今日化の性質というね、1から4まではですね、第1章とのですね、対比から見ればですね、この今日化の本質というふうに考えてもいいですね。今日化とは何かというね。そしてこの第5節からのですね、教理における永遠性の基準というのは、そういう、本質を見極めて、今日化するという、方法論というね、いうふうにも、整理できると思います。ここで、5段階のですね、そういう、基準というか、方法についてね、識別の方法について、見てまいりましょう。普遍的要素を、特定するための基準とね、この聖書をですね、この一律に平凡にこう神の言葉として捉える根本主義ファンダメンタルな聖書観というものがありますけどもね、そういう捉え方をするとですね、聖書が本来聖書を通して神様語ろうとしておられることからですね、ずれるといいますかね、一例を繰り返し申しますと、旧約はイスラエル民族の聖数史という中で神のメッセージの本質、全人類の贖いと、その栄光について語られているわけですけれども、それが旧約のですね、そういう外皮をですね、そのまま神の御言、永遠性の御言葉として受け止めると、非常にそういうイスラエル民族のですね、復興と栄光の完成というふうにですね、神のメッセージを誤解してしまうというね。ですから繰り返して申し上げておりますように、よく最近流行しているように見受けられるイスラエルを軸とした聖書解釈というね、これで聖書が高速道路を疾走するようによくわかるというね、これは本当に最も初歩的な、ミスというかね、初代教会における4つの逸脱にもですね、類比される、そういう誤った基準ですよね。でも本当に平凡な聖書観、聖書をそのままですね、この全て神の言葉なんですけども、その平凡に捉えすぎるとですね、この永遠性と一時性というものを区別できないとですね、人たちの言ったら聖書観、聖書解釈とですね、かけ離れたものになってしまう。
で、かけ離れたメッセージを生み出してしまう。かけ離れた倫理的実践を、まあ、結実させてしまうというの姿をですね、私たちは今の時代に、の逸脱に見ることができると思います。で、まあ、永遠性、時間を超えた内容ですね。あるいは、まあ、教理的な、まあ、本質と、一時的な表現をですね、区別する。助けとなる基準ですね。まあ、これは、まあ、リストアップされている、このものにですね、まあ、他にもプラスしていけるかもわからないんですけども、で、この第一にですね、こう、私たちはこの文化を超えた普遍性というものをね、取り上げることができると思います。私たちは今日存在するですね、文化の多様性、ね、また私たちの現代と聖書の時代の間のですね、文化における、まあ、相違についてね、前の章でも学びましたね。そこにはまあ時代的、地理的、言語的、文化的なまあ多様性がまあ存在しておりました。まあ地理的、文化的状況はですね、古代パレスチナの遊牧民を背景からですね、ローマ帝国の都市的背景までをね、含めてですね、またヘブル人と、まあ、ギリシャ人の文化や言語の相違、もですね書かれておりますね。私たちはそれらの背景のいくつかにおいて見出される要素をですね、見極めることができましたらですね、そのメッセージにおける、まあ、普遍性とか、あるいは、まあ、この永遠のですね、要素をですね、上手に取り扱えるかもしれませんね。まあ、そういう意味で、まあ、聖書のメッセージを語るときにね、常に、まあ、その、いつ、どこで、誰によって、どういう執筆事情の中で書かれたかというね、まあ、5W1H と言いますけども、ね、where, ね、who, ね、そしてこの why, how とかね、そういう要素をですね、私たちはよく確認しつつね、その時代性の客観的な事実をまずですね、説明し、そしてそれを解釈し、ね、本質を抽出し、そして、まあ、第三に、まあ、今日に適用するというね、事実解釈適用というね、まあ、手順を踏むことは、まあ、非常に、大事ではないかと思いますね。まあ、そのような時に、コンパクトなものとしてはね、私は、まあ、信じた、洗礼を受けた直後に、H.H. ハーレーの聖書ハンドブックを用いて、まあ、通読してですね、非常にまあ聖書の客観性、客観的事実性というもの、歴史性というものをね、教えられましたけど、今でもまあ使ってますね。ごく簡単に、まあ、フィリピとかテモテとか手紙を触れるときは、いつの時代どういう事情で書かれたかということを、にですね、少し触れるように、まあ、そういうことを確認しながらね、語ることは非常に回収にも助けになると思いますね。第2のですね、こう基準といいますか、識別のね、それは、まあ、普遍的背景と、ね、言われるものですね。
まあ、いくつかの教理はですね、それが普遍的に適用されるべきであるということを明確にしてね、教えられているね。その一つの例はバプテスマであるとね。まあ、それが執行された個別的な状況へのですね、聖書箇所がまあたくさん存在するわけですけども、しかしですね、バプテスマは大宣教命令のですね、普遍的な背景のですね、を持っているというね、マタイの28章18節では、イエスは近づいてきて彼らにこう言われたと。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますと。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々にね、お弟子としなさいと。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、ね、そしてこのすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとね、このように語られました。で、ここでですね、普遍的な背景として見なすことのできる3つの点がありますね。第一に、それはすべての権威がですね、この弟子たちに与えられているというね、いうことが語られている、ね、そしてこのあらゆる国の人々という表現はですね、場所と文化の、ね、普遍性をほのめかしていますね。そして第三にですね、世の終わりまでというね、この表現はですね、この宣教命令がですね、この主が来られるまで、ね、普遍的に適用されるということをまあ示唆しています。まあ、その意味で、このような考慮の基盤に立ってですね、バプテスマは一時的にですね、初代教会だけに実践するように命令されたのではなしにですね、このあらゆる国の人々、ね、世の終わりまで、ね、この適用されるべき、実践されるべき、まあ、儀式であるというね、ことを、まあ、教えていますね。で、これに対してですね、この、まあ、対比されるのはですね、ヨハネによる福音書13章の、まあ、宣告ですよね。イエス様は、あなた方もまた互いに足を洗うべきですと、このように言われました。14節ね。しかし、彼は実践すべき期間については何も語られませんでした。ね、15節に、この、私があなた方にした通りに、あなた方にも、あなた方もすべきであると、15節ね。イエスは模範を与えたと言われたけれども、ね、この、彼の行為の基礎をなす理由はですね、しもべは主人よりも偉いものではないと。いう陳述に示唆されています、ね。イエスが押し込むことを意図されたものは、謙遜の態度であってですね、他者に自分自身を喜んで従属させる心でありました。その特別な文化において、他者の足を洗うことはですね、そのような態度を象徴するものでありました。で、今日の文化においてですね、この、何か他のものが謙遜をより効果的に表現するものであるかもしれません。だから私たちがですね、こう、従うべきなのはですね、宣告の特別な行為ではなしにですね、この謙遜の態度であると、ね、いうメッセージがですね、この宣告の箇所の普遍的な要素であると。ね、いうことを認識することが必要ですね。この教理における永遠性をですね、まあ、識別する基準の第3はですね、基盤として認識された普遍的要素ですね。私たちが聖書を読むときですね、まあ、たくさんの教えがあるわけですけれども、その
教えの中にはですね、認められた普遍的要素を基盤にとしているものがありますね。まあ、例えばイエスが結婚について教えるときですね、イエスは男性と女性としてですね、人間が作られたと、そして彼らが一つになるように告げられたという事実を基盤とされました。創世記2章24節の引用がマタイの19章の4節から6節に書かれていますね。で、創世記のまあ神のこの行為はですね、まあ、一度限りのものでありました。男性と女性が一つになることについての宣言はですね、普遍的なメッセージとしてですね、意図されています。で、もう一つの例はですね、すべての信徒のですね、祭司制の教理ですね。まあ、ヘブル人への手紙の著者はですね、私たちの偉大な大祭司が一度限り諸々の天を通られたという事実を基盤にしています。それを私たちは確信を持って恵みの御座に近づくことができる、ね、ヘブル4章14節から16節。イエスがなされたものは一度限りなされました。それへその経過が繰り返される必要はない、ね、更新される必要もない。さらにイエスが永遠に大祭司であるゆえに、7章21、24、彼を通して神に近づく者は皆救われるということですね。ですから本当に私たちがですね、イエス様を通して神様に直接近づくことができるというね、この万人祭司制の、まあ、教理もですね、このようなキリストにある事実にですね、基盤としていると、ね、第4にですね、本質的経験との確固とした結びつきですね。まあ、復活というですね、キリストのですね、本質的な経験、歴史的な事実があるわけですけども、まあ、リベラルな神学者のルドルフ・ブルトマンという人はですね、まあ、イエスがですね、この事実上よみがえられたのかどうかという問題をね、クリスチャンの希望の刷新と未来への解放性の経験とをですね、別々のものにしようと試みたと、ね。まあ、彼はまあ、キリストの復活があったかどうかというのはですね、それはよくわからないとね。しかしそのクリスチャンの前では希望ですね、がまあ大事なんだというね、そういうまあ主張をしているということですね。だからまあキリストの復活の事実とそのクリスチャンのですね希望の経験というものをまあ言ったら分離するね、試みですけども、しかし私たちはですね、福音主義の立場に立ってですね、コリントの15章17節にありますように、もしキリストがよみがえらなかったのならですね、あなた方の信仰は虚しく今なお罪の中にいると、ね、他方もし私たちの復活の経験がですね、真実で、普遍なものであるならば、ね、キリストの復活もまた事実であり、普遍かつ永遠のものでなければならない、ね。キリストの復活の事実と私たちの、まあ、復活の希望というのはね、分離できない表裏一体のものであるというね、ことですね。ですから私たちはそういうことを分離しようとする試みにね、断固反対しなければならないと思いますね。そして、教理のですね、永遠性を識別する基準の、まあ、第5はですね、全身的啓示の
うちでのまあ最終的な位置と、ね。まあ、ある形態の表現が置き換えられたことの理由の一つはですね、その古い、この形態がですね、新約時代の完成された新しい契約、最終的な御業のですね、不完全な余計であったということですね。ですから本当にまあ、ヘブル書なんかにそのことをよく書いてありますけどね、旧約は影であり、また余計であると。実体はキリストであると。ね。まあ、ヘブル書を書かれた背景は、紀元70年のですね、まあ、エルサレム崩壊の出来事を前にしてですね、非常にまあ緊迫した時代情勢ですね、戦争直前のですね、そういう緊迫感の中でですね、ある人たちはまあ、ユダヤ教のですね、そういう儀式やそういうものに、こう戻る何かこう、とするですね、そういう運動や影響の中にあった中でね、そういうようなものは余計であり影であって、実はキリストなんだというね、そういうこの過去のものを脱ぎ捨てて、ね、このキリストにですね、この結びついて、まあ、生きていくことの大切さを、まあ、語っているわけですよね。まあ、イエス様もですね、あなた方は、このように聞いてきましたとね。しかし、私はあなた方に言いますとね。このように、まあ、イエス様は、実会の教えにしてもですね、安息日の規定にしてもですね、より初期に不完全に陳述された真理の最終的な表現をですね、まあ、示されたとね。そういう、この、解釈法ですよね。旧約の影を軸にして新約をですね、曲げて歪曲するような話にね、新約の光、キリストの完成された贖いの光の中で旧約をですね、この解釈するというね、古い衣を脱ぎ捨ててね、新しい衣を着せていくというね、民族主義的な偏見を捨ててですね、普遍的な神の民を軸にでね、解釈すると。そういうことがですね、まあ、基礎教理のですね、第一章を飾る聖書解釈方法の原則なんですけど、まあ、そこでですね、誤りの中にある人が、これが最高の聖書解釈法だというね、唱えているのはですね、私はまあ、本当にまあ滑稽な感じがしますよね。で、もう一つの例はキリストの犠牲の御業に今属していますね。旧約聖書においてね、その外庭で継続的に捧げられる生贄、日に二度の香料の捧げ物、至聖所での大祭司による年に一度の捧げ物がありました。ヘブル9章1節から10節ね。で、キリストはこのプロセスをですね、成就することによって最終段階に持ってこられました。12節ね。で、彼自身の血の捧げ物はただ一度限りでした。で、ここでの永遠的な要素とは、この、生贄のですね、贖いの必要でした。その満足がキリストの死を通して必要とされていたということですね。まあそういう面ではこの旧約の様々なですね、この犠牲のですね、そういう儀式はですね、この単に来たるべき実体であるですね、キリストのこの余計であったというね、これがまあ新約の人たちのまあ、解釈ですよね。私たちはその人たちの聖書解釈の立場に立つとね、単なる聖書解釈ではないんですね。人たちの聖書解釈
の、まあ、立場というね、に、まあ、限定されるわけですね。まあ、いくつかの事例においてですね、まあ、教理の本質はですね、聖書時代のうちだけで、はですね、理解され得なかったと。ね。ただ、まあ、本質的なことがですね、まあ、示唆されて、ね、例えば、社会における女性の地位ですね。これは、まあ、イエスによって劇的に高められました。ね。しかしですね、その時代性という、まあ、男尊女卑の、まあ、文化的な状況の中でですね、まだですね、まあ、途中段階にあったということは言えると思います。その意味で、まあ、今日の、まあ、あの、男女同権というかね、そしてまた、この、女性の、まあ、個性と賜物と地位、をですね、この、回復する戦いはですね、未だ途上にある部分も世界各地にあると言えると思いますね。またパウロは奴隷のまあ通常の地位をまあ認めました、ね。しかしですね、あの当時のグループの多くは究極的にあるべきであろうほどには改善しなかった、ね。まあ、アメリカもキリスト教国でしたけども、まあ、南部のアメリカではやっぱり、奴隷というですね、その労働力を必要として、いた時代がありましたのでね、まあ本当にまあ人種差別というものは長い間ですね、まあ教会をも支配したとね。でそれがあの改善されるまでにはね、非常にまあ長い時間と戦いと犠牲を必要としたと。今なお途上にあると言えると思いますね。まあそういう意味で、と言いますか、福音の本質というものはですね、本当にまあ素晴らしいものなんですけども、それのですね、まあ社会的な繁栄と言いますか、時代的な繁栄と言いますか、それは今なお途上にあるというね、私たちはそれを、より繁栄度を高めるためにね、まあ私いつも言う、まあ宗教の、まあ神学の、まあ座標軸といいますか、福音主義神学の座標軸といいますか、やはりこの縦軸の福音、そして横軸のですね、倫理的な実践という面でですね、今日、キリスト教会の中でもですね、様々な領域において、このマイナスのベクトルの中にある運動や教えも結構あるんですね。そういうようなものを、まあ、正しく分析評価して位置づけてね、マイナス方向にエネルギーを持っている運動や教えはですね、私は本当に悔い改めて、克服されていかなければならないと。クリスチャンはそういう、マイナス方向のベクトルを持つ運動や教えに、傍観者であってはいけないしですね、この、それにですね、迎合して、この、加担する、そのようなですね、集会やですね、そういうものに、協力したり、エールを送ってはならないと、私は、強く思うんですね。で、最後にまとめ。ですけども、まあ、穀物の殻と実を見分けるというね、そういう、まあ、考え方ですね、この、が、まあ、あるわけですけども、まあ、ハルナックはですね、リベルの神学者、穀物と実を分けるというね、聖書の中からね、そして、まあ、その後、その殻をですね、破棄するというね、そういう、まあ、ことをまあ語っておるわけですけども、まあ、私たちはまあ聖書の全体がですね、まあ、神によって霊感された言葉ということでね、殻にも殻と身を識別はするけれどもですね、殻にもまあ意味を見出していこうというね、
そういうところが、あると思います。あと、例えばですね、ケーズなんかですね、デボーションなんかの時に読んでもほとんど、飛ばして読みたくなる、そういう、箇所ですけども。しかし、ケーズというのはですね、私たちの、信仰者としてのですね、神のための、主の、ルーツやアイデンティティをですね、そこで、見出すことができるわけでね。私たちが、日本の歴史を見て、信長、秀吉、家康という名前を見るとですね、そこに歴史をですね、思い浮かべるように、この神民イスラエルはですね、このその系図を見るとですね、イスラエルの歴史を呼び起こしたわけでね、その長いプロセスを通してですね、私たちが存在があるんだと。ね、そしてまたその歴史の中には神が摂理を持ってね、働いてこられたというね、ことを走馬灯のようにね、思い浮かべるというね、ところがあると思います。また公衆衛生についてのね、いろいろ、食べ物についての禁止事項とかいろいろ、レビ記なんかにもありますけれどもね。それはその時代、状況の中でね、やはり伝染病を抑え込むというね、危険から守るというところもあったと思いますね。今日でもコウモリからですね、コロナウイルスが派生したというふうな分析もありますけども、本当にやはりそういう不潔なものをですね、食べないようにね、300万人の人がアラノを旅するときにですね、伝染病でも流行ろうもんなら、全滅してしまいますからね。そういう面で、私たちは、公衆衛生についてのね、原理原則をね、そこから、学び取ることができると思います。ただ、最近、手元から、の手紙から学んでますけども、神様作られた、こういう世界、そしてその他の動植物というのね、すべて良いものであるとね、いう、この、良き創造の教説を前提にしないといけないと思うんですね。何かこう、あるものを、タブー視したりですね、汚れたものだというふうにね、扱ったりとか、そういうふうな考え方はやっぱり、グノーシス的なね、物質を悪とする考えの影響もある場合が多いですからね、私たちは健全な非造物世界理解をですね、持ってね、感謝を持って、しかし公衆衛生に配慮してね、この生活すべきであると思いますね。で、カトリックの、神学者の場合はですね、この、普遍的な本質ということを、捉えるときに、この教理形成の歴史を、辿ってね、その中の、言ったら、どう言いますか、最大公約数といいますかね、そういうようなものを、探すところがあるようですけれども、私たちはですね、最小の共通分母ではなしにですね、第一義的に聖書の真実そのものからね、メッセージを汲み取ろうとするというね、歴史的な経過といいますか、その中で形成されてきたものはですね、ある面時代の産物でありますし、時代状況に対する架け橋でもありますし、それを絶対視することはできない。ね。私たちは絶対視するのは、聖書の真実そのもの、そして、この聖書の歴史や文化のただ中で語りかけられたですね、神様のメッセージの本質ですよね。それを抽出する。そして、
時代状況の中に、時代によって木の橋、石の橋、鉄の橋をね、かけていくというね、そういう、まあ、今日化の、まあ、取り組みを、続けていく。これが、まあ、健全な、距離形成のですね、取り組みであり、歴史である。ね。2000年の教会の歴史は、そのような聖書解釈と、適用の歴史的な、まあ、足跡であるというわけでね、私たちは次の章を書き上げていかなければならないということですね。それでは、今日の授業はここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。